ちゃー激アツかしでーコント公演の、青春とさよならできないんだもんが終わりまして、まあ、生放送を昨日やったんですけど、はい、生放送じゃない一発目ですね、一生面白いんだもんの、うん、1個前の、はい、微妙が売ってまして、あの売れ行きがそんなに良くないので、はい、そっちの宣伝お願いします。やってなかったのか。はい、あなた真っ赤ゆです。はいはい、こういうこういうサイキューサイキュー、あなた真っ赤ゆっていう最高のコントがあるんで、そうですね、うん、ぜひ不安になるだろう。買ってみて。俺は結構好きです。俺もあれは好きです。衝撃の事実としては、はい、今のコント、うん、俺が全部終わった後に、うん、別の人間も、うん、それやってるって全く同じコントを別の人間もやってるんですよ。俺さ、聞いたことも見たこともないから、うん、コント公演で全く同じコントを別の人間がやるって聞いたことない。聞いたことないですね。こればっかりは見てほしいなと思う。今日はですね、なんか料理をやってほしいとか、うん、人が結構いるんで、今 TikTok で流行ってる、はい、なんかチキンラーメンチャーハンっていうのが流行ってるの、うん、TikTok の人はみんな美味しいとかいうのやってんのよ、はい、うん、だから俺は信じてないの、 TikTok の人間なんか。あ、TikTok の人間なんかこれっぽっちも信じてないのよ俺は。なんか嫌なジジイなだから本当に美味しいのかどうか、はい、今日は YouTube 側の人間がやってみせようかなと、はい、チキンラーメンとをチャーハンにしちゃおうよ。チキンラーメンだ。あ、いいな。ぐっちゃぐちゃにしてくるんですよ、その上から。あー、そうそうそう、やって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 。OKOK、じゃあ最後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 、何やってんのこれは。ご飯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 、水を 100cc で、チキンラーメンをポヤしていきます。ここにチキンラーメンまず入れます、はい、うん、油とか何も敷かなくていいんですか。いいんです、いいんです、あとなんです、なんか油は。すごい。で、ここに水を100入れます。ご飯できたよ。サンキュー。このごま油をここに、はい、さらっと一周一周、はい、で、どいてどいてよ、やめやめてよ、近寄らないでよ。やばい、話しかけちゃやばい、ダメな人もいる。で、だからこの、はい、ゴリッとゴリッと、ネギをただ入れるだけです。あ、そういうこと、うん、青ネギを多めに。で、ちょっとしなってきたら、ここにご飯を入れていきます、うん、匂いいいっすね。お前も入れていきます。何の匂いですか。チキン。ご飯足んないわこれ。ご飯足んないわ。怒るとこが違うんだよな。ご飯足んないのはこっちの責任なんだからさ。で、ちょっとね、ガラス、ガラスをちょっと入れるとうまいらしい。入れます。はい、300g 入ってます。 300g で、ガラスをちょっと入れると美味しいらしいから、ちょっとガラスもちょっと入れて、入れなくてもいいらしい、ガラスは。鶏ガラ。はぁ、忘れてる、卵、卵、溶き卵入れて。何個。1個。大きいミスって、大きいミスって。溶き卵、うん、回し入れて。おー、あ、もうできるよ。簡単なの好きでしょ。うん、強火にすると逆に難しいよ。おお、ご飯飛んでる、ご飯飛んでる。全然うまくなかった。なんか美味しそうじゃん。結構量ある。うまそうじゃん。うまそうではある。匂いは犬の匂い。犬の匂い。来ました。ちょっと待って、ほら、この顔の時だよ。これまあ本当にまあまあなんだよ、これ。実は、うん、衝撃の味。あんまり美味しいと言えない美味しさ。ちょっといただいていい。うん、なんだ、どういう意味。いただきます。なんて言うんだろう。まあうまいけどね。うん、っていう味。チキンラーメンご飯、もうまさにチキンラーメンを、うん、はい、の味でご飯を食べてる、はい、思ったよりさ、このチキンラーメンの食感が、うんうん、柔らかいけど麺っぽいのが残ってる。あ、なんかグッとこは来ないね。まあ、結構楽しみだったのに。いや、俺も楽しみだったんだけどね。なんで計量スプーン。どう、むずいや、まずくはないんだけど。まずくはない。いや、なんかチャーハン作ろうとして、うん、失敗した人。もうちょっとずっと炒めといた方が良かったのかな、焦げみたいな。いや、食感がもちもちしてんのがちょっと違うなって思っちゃう、うんうん、何点これ。点数2点。おお
俺は10点満点中で言ったら5点。まあでもすごいリアルに言ったら6点ぐらいかな。なんでこれを食べたいと思わないか。わざわざ作りたいと思わないね。そう、なんかね、マヨネーズ入れてる人もいて、鶏ガラも入れなくてもいいわけでしょ。鶏ガラも入れなくていい。うん、マヨネーズ入れた結果どうですか。いや、まあ味は変わるんだけど、ケチャップじゃない、チキンライスみたいにしちゃうってこと。あ、ケチャップだこれ絶対。マヨネーズも別に美味しいけど想像通りだ。いただきます。俺昔かけてたんだ、チャーハンにケチャップ、うんうん、どうですか。ケチャップだ。あ、チキンライスになった。うまそう。チキンライスになった。チキンライスになった。チキンライスになった。マジで、マジマジマジ。じゃあさ、同じ工程で、うん、ケチャップを最初からかければ、うん、うまいかもね。チキンラーメンでチキンライスができるって、そういうこと。そう、 TikTok で流行ってるチキンラーメンチャーハンよりうまいものを考えた、うん、見た目もチキンライスだ、チキンライスだ。味もチキンの旨味出てない。ケチャップだけじゃないでしょ。チキン入ってねえのに。うまい、うまい。これめちゃくちゃうまいじゃん、ね、チキンライスになってるよ。うん、これはうまいよ。これにハムとかウインナーとかちょい足ししたらもうそれでできるじゃん。うん、あ、だから謎は解けたよ、とにかく。今までやってるのを見た人の中で一番うまいのは俺たちのケチャップだから。じゃあ TikTok 超えってことですか。うん、ドーン。と我々は、6月はね、ちょうどちょっとコントの方をお休みさせていただいて、はい、ドラマは出そうかと思ってる。青春とさよならできないんだもん。ちょっとそれもいつになるかも決まってないし、うん、あ、ただね、オンラインサロンの、はい、はい、イベントが6月3日にあって、はい、オンラインサロン、オフラインでね。あ、そうそう、オフラインでちょっとね、うん、遊ぶっていうイベントがあって、うん、楽しみ。もしね、オンラインサロン入れば、はい、そのオフラインイベントにも来れますんで、うん、まあ興味がある人がいたら、うん、はい、じゃあそういう感じでね、6月4日と6月11日に、はい、あの誕生日生放送をこのチャンネルでやろうと思ってるから、うん、だいたい何時からかわかんない、12時ぐらいからかな、ケンちゃんとタタさんの誕生日。昼の12時ぐらいから、12時ぐらいから6月4日と6月11日生放送やるんで、はい、まあよかったらね、体の方完全に開けといて楽しんでくれたら、幸いっていう形にさせてもらいました。じゃあみんな見てくれてありがとうございました、はい、それではまた明日お会いしましょう。それではじゃあね、またねー。俺は自分が作り出した地獄に自分で一人で乗り込んで最高の作品を作る。俺は悪だ。俺こそが最高の地獄メーカーだ。3番ですだいぶ尻の穴に俺は入ってた。死んでくれるならいいよ。さあ、あなたはあなたの想像を超えることができるかしら。これしかできないんだよ。これしかやりたくないんだよ。今一生面白いんだもんが終わって、あ、もう終わったのかなと思った皆さん、本当はもう終わっているんです。もう終わっているんで、これも本当のおまけのおまけです。